はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はこちら、クラン対戦からね、お送りしていきたいというふうに思うんですが、まあこちらというかいつもそうなんですけどね特別なことではないんですけども、今日のテーマはクエイクの呪文になります。皆さんクエイクね、強化もされて壁の開く範囲がこう上がったことは、まあ、ご存知かなというふうに思うんですけども、そのクエイクの呪文、まあ、タウンホール12なんかではギガテスラを起動するのに、まあ、使ったりとか、そういう使い方が、ね、結構ね出てきていると思うんですけども、壁をごそっとねこじ開けるっていう、まあ、従来の使い方っていうのかな、そういうのも全然ね使い道のある方法だよというのを、まあ、本日の動画はちょっとねお話のネタにしていきたいなというふうに思います。で、早速ね1本動画を見ていただきたいと思うんですが、今日見てもらう動画は、全部で3本になります。で、1本目と2本目は、まあ、成功例ですね。で、3本目は失敗例ですこの3つをね本日は見てもらいたいというふうに思います。で、今始まっているこのダマさんのアタック、クイヒーペガボーラーですね。これで完全にゴリ押すようなパターンになってます。どっかねこういう攻め方のリスクっていうのはある一点の施設が残っちゃうっていうことが、まあ、考えられますよね。どこにどうユニットが流れるかわからないんで。ただしダマさん今回このクエイクを使うことによってそのリスクをねちょっと減らしてるんですね。バスターを入れていってからのクエイクの呪文を、ここに打っていくんですね。ここのところに打っていくので壁がまあこんな風な1個のなんていうのかなスペースになってくるわけですよ。そうするとこの壁のギリギリのところからボーラーたちがどんどんボールを投げることによって割と四方八方の施設を全部そのバウンドで壊してくれるっていう、まあ、効果が期待できるんですね。今壁を開けていたのが分かったかなというふうに思います。で、トームをしっかり使って、中央のギガテスラの爆破のところとインフェルノタワーからのダメージを吸収してますね。特にこういう配置真ん中でね収集効果を食らいかねないんで今のようなタイミングでトームを使って全体を延命させるっていうのは結構いい、なんていうかな、方法というかタイミング的にはバッチリですね。で、意図した通りにしっかり と、クイーンは今こちらですね、右側というのかな、2次面3次面近くのあたりの施設をこう叩いていって、ペッカーとボーラーたちは今、12時方向とあと9時方向それぞれに向かってますね。まあ12時方向はアーチャーとジャイアントが一生懸命頑張ってくれてましたね。どっちかというとペッカーとボーラーは9時方向かもしれないですね。まあ、こんな形で壁の中から外をどんどん狙っていけるような場合っていうのはこんな風にボソッと壁を開けてしまってユニットをね一気に意図的にこうばらけさせるっていう方法もありです。で、まあ、こんな風にやっていくのジャンプじゃダメなのって話もありますよね。ジャンプだとジャンプをかけたところにしかユニットが反応しない、要するに壁を少し遠回りしちゃったりするんですね。その効果範囲も結構狭いんで、まあ、6マスぐらいしかないですよね、ジャンプってギリギリかかったとしても。なので、今みたいにこうごそっと壁をねクエイクで開くことによってそこの壁が本当になかったもの全部大きな区画みたいな感じに見えるような格好になるわけですね。なんで、そんなようなね、大きな区画を意図的に作ることによって中に入ったユニットを、一斉に四方八方にばらけさせる。でばらけさせて、その、ばらけた先の壁側の施設、壁の向こう側っていうのかなの施設をボーラーとかねアーチャークイーンで叩いていく、まあ、そんな風な形でね、スカウトクエイクの呪文って結構効果を発揮するんじゃないかなっていうふうに思います。で、もう一個、見てもらいたいのはこちらのリプレイですね。私がやったリプレイになりますが、今回このアタックのポイントっていうのはここをクエイクで開けます。まあ、そうすることによってどうなるかというとこんな感じにつながるわけですね。壁がありますかね、結構広いですよね。で、まあ、サイドカットは今ねクイヒーが、6次面から9次面にかけてやっていてユニットをここからこう流していくわけですね、ネクロマンサーたちを。そうするとめちゃくちゃねこれ広いスペースをネクロマンサーたちがこう潰していくこと形になるんですけども、これなんていうのかな、さっきみたいにペッカボーラーじゃダメなのかっていう話なんですよね。
私ね、ここまで広いとネクロの方がいいと思います。理由はあのペッカとポーラーって当然ヒーラーがつくから、まあそれなりにね延命するわけであって、それぞれがばらけてしまったらもうどうしようもないですよね。で一方でネクロマンサーっていうのはどんどんスケルトンをこう生成していって、このスケルトンたちが、ネクロマンサー本体の盾になってくれますよね。でそうすることによって延命する。さらにネクロ本体がダメージを受けた場合でもこうやってヒーラーがねネクロを回復していってくれますんで、まあ、そういう点においてね幅広いスペースを壁開けこうするんであれ、壁開けをして大きなスペースを作る、でユニットがもうばらけるにしてもあまりにばらけすぎちゃうような場合っていうのはネクロマンサーの方がまあいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、インフィニットタワーがね全部マルチとかだったらまた話は違うんでしょうけど、今回の場合結構シングルが多めだったんでね、いう意味でもまあネクロマンサーを使った方がま割と相性がいいかなっていうふうには思いました。でちなみに、ボマーと、ね、コウモリを今二次方面から出してますね。これはもう外周潰しです。さっき絵に描いたあの白いラインの外側っていうのは、まあ、そうは言ってもこれね、ボーラーを使わないので、あとペッカもいないんでね、壁を開ける能力が低いんですよ、殴り開ける能力が。なので、コウモリとバルーンでしっかりね、あ、まあ、ボマープラスバルーンか潰していこうと、まあ、いう意図があってこうやったんですが、ミスりましたね。ちょっといくつかこの中で誤算があって、あそこから、まあ、二次方面からボマーと、コウモリ出したんですけども、コウモリでね、対空砲のターゲットを取ろうと思ったらちょっと遅くて全部ボマーに対空砲のタゲが向いちゃってあっさり全部落とされたという格好ですね。情けない話だったんですが、まあ、なんとかねスケルトンがたくさん、盾になって残ってくれたんで、ネクロマンサーたちとねこのアーチャークイーンがうまいこと合流して、最後前回まで持っていけたというとこですね。結構際どかったはまあ際どかったんですが、取れてよかったかなっていう感じです。なんとなくイメージつかめましたかね。今私がここに打ったこのウェイク、これなんていうのは当然これジャンプじゃ絶対この効果は出ませんよね。ごそっと、壁そのものをなくしてしまって大きな区画を意図的に作り上げる、まあ、こういう効果を期待して、クエイクを使うっていうのがね、まあ、ベターかなっていうふうに思います。幅が 広いエリアっていうのは本当ネクロが得意ですからね。まあ、ちょっと意図しないイレギュラーな、まあ、そのネクロのやられ方っていうのがなきにしもなんですけども、まあ、そんなにヒーラーをつければ安定感がないユニットでもないのでいけるかなって思います。さてで最後ですね、これ、私がミスったアタックを見てもらいたいというふうに思います。編成はさっきの2つ目のリプと、まあ、ほぼほぼ同じですね。で序盤はね結構いい感じにいっていると思います。ヒーラーが1体ここで焼かれたこと以外はですね、アイスゴーレムでターゲットを取りながら、この今ジャイアントを出したこの壁の中にねユニットを全部流し込んでいきます。ここですね。でクエイクをここに打って施設をこんな風にねつなげて、あこうか、こんな風につなげてしまうようなイメージで考えています。で何が失敗だったかですよね。まあ、ここまでは見た感じ結構いい感じに来ているように、まあ、見えますよね。しっかりと序盤で、ウィズ島も、ね、処理ができていて、で、グランドウォーデンの投運も使いながらしっかりとギガテスラの破壊まで持っていけているんですが、さあ私がどこで失敗するか。今投運発動しましたね。でギガテスラをしっかりと、バーバリアンキングが破壊すると、キングではないですね、バーバリアンたちが破壊しましたね。キング出てなかったですねでここです、コウモリを、一陣側で、ボマーを四字側から出していきましたね。この出し方が実はこのアタック最大の失敗です。もうひどくこの四字側の、今ねちょうどバルーンがいるあたりでコウモリとバルーンが全部落とされちゃいました。これが本当にやってしまったっていう感じですね。で何がこの攻めいけなかったかっていうと横打ちですね。横打ち、要するにここに入った瞬間にもう四方八方から撃たれまくっちゃったわけですね。で私もネクロたちがこれ全然残らないだろうというふうに踏んで、ワンチャンコウモリをこっちで回してボマーをこっから合流させて、で最後
くじ面に集結させようと、まあ、いうようなね、こんな風な感じかな、イメージで考えていたんですけども、まあ、その当てが完全に外れて、もうコウモリたちはウィストにうまく捕まりで、ボマーはアーチャークイーンに捕まりという感じでボコボコにやられちゃいました。情けないアタックでしたね。で、まあ、やっぱりこうしないためにも、このクエイクの呪文、確かに大きい範囲をごそっと、なんていうのかな、壁壊してつなげることができるんですが、そこに入っていった時に四方八方から撃たれるようだとダメですね。例えば今回だったらこんな感じですよね。ここクエイクで開けてしまって、こういうような大きなエリアを作ってしまって、でコウモリ と、ボマーをこんな風に回すとかね、いうような方法を取ればまた違ったのかなというふうに思います。なんていうかな、中心部に入ろうとするあまり、あとでかい区画を作ろうとするあまり、横からバンバン防衛してですからね、ダメージを受けてしまってユニットが、耐えきれなくなるような、そういう入り方をすると、たとえ、まあ、ネクロにヒーラーをつけたっていうこの安定感はありますよ、とはいえあっさりこういう風にやられてしまいますので、皆さんもね、村にこう突入していく際には、最短距離で中心まで行くっていうのはまあ当然いいんですけども、そういう時に、まあ、ここですね、入った時にこう横打ちをね、なるべくされないような、こういう風にね、もうこんなの飛んで火にいるなんとやらですから、こうならないような、入り方っていうのもね、ぜひ心がけていただくと、私みたいなこういう悲しい失敗は、まあ、多少減るのじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひぜひね、まあ、この辺の失敗っていうのもご参考にしていただきながら、まあ、クエイクがね、刺さりそうな配置見かけた場合にはこういうような感じで攻めてもらえると、割と全開が近くなるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ご参考いただければ幸いです。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てください。では失礼します。バイバイ。